お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。見てー、なんと初めてスタジオを借りちゃいました。今日はですね、スタジオを借りるのも初だし、実は YouTube でコラボするのも初だしっていうコラボ相手さんとの動画になるんですけど、お誕生日なんですよ、そのコラボ相手さんがね。なので今日はこのスタジオを使ってサプライズお誕生日パーティーを仕掛けたいなと思います。はい、ということで今からみんなと準備をしていきたいと思います。見てね。よっしゃ、準備ができたので2人を呼びたいと思います。どうぞ撮ってください。はい、お誕生日おめでとうございます。改めまして、アラペコツインズのアコちゃんとカコちゃんです。 OK。 こんにちは、アラペコツインズ姉のカコと妹のアコです。よろしくお願いします。実は YouTube を2人が始める前にうちのチャンネル出てもらったことはあったんだけど、 YouTube 始めてからは初で、 2way ピザのツイートを私がした時に、多分大食いの子の中で唯一反応してくれて、そうピザすごく私も食べてみて美味しかったから、なんか動画でやりたいなと思ってたんだけど、お子ちゃんとかお子ちゃん好きだったら一緒に食べたいなと思って。嬉しい、思い出してくださるだけで嬉しい。そうで、30歳のお誕生日も来たし、ピザいっぱいプレゼントしたいなと思って、ピザ30枚用意しました。すごい。ね、30歳で30枚、だいたい18キロぐらい。すごい量がすごい。で、3人でね、もう食べきれるか分かんないぐらいのいっぱいのピザ10種類今用意してあるんですけど、まあ美味しく食べて温め直しもできるピザなので、残りはまた持って帰って楽しく美味しく今日は食べていきたいなと思っています。全種類は食べれると思うな、3人いるし。はい、それでは早速食べていきたいと思います。はい、はい、では1枚目のピザをお決めください。私たち大学の時にすっごい食べてたんですけど、この2way ピザさんを、はいはい、その時に一番食べてたのがこのタラモという。おお、タラモ美味しかった。タラモが本当に大好きで、もう絶対に L サイズを頼んでいました。はい、じゃあ2人仲良くタラモ食べてもらうということで、私じゃあちょっと2人と違うやつにしようかな。お手元にあったマルガリータにしたいと思います。よし、じゃあちょっと温めてきます。ロシアンさんのチャンネルでロシアンシアタイム。ロシアンシアじゃないから、うん、今のドリンクタイム。カランカランタイム。マルガリータ。おー、美味しそう。めっちゃいい匂いしてる、バジルの。私たちは選んだタラモ。うわー、危ねえ。調子乗った、調子乗った。すごい。すごい、もう香りがすごい。ね。うわ、それでは早速、せーの、いただきまーす。どうぞどうぞお食べください。あ、そうでね、切ってないの全然。ピザカッターもあるから、私ちょっとかじりたいと思います。楽しそう。え、かじりたいじゃん。私もかじりたい。うん、もちもち。うん。うん。うん。ナイフまでいけん。ナイフ食べる、この。うん。めちゃくちゃ美味しい。辛子のプチプチ感が、チーズの相性が最高ですね。本当に好きでした。大学生の時に食べてたってこと？はい。え、大学生の時はじゃあこのピザが届く範囲に住んどったってこと？あ、そうなんじゃ、うんうん、え、なんで知ってるんだろうって思ったの？なんかずっと三重県だと思ってたから。大学の時にもなんか日体制はピザパーティーといえば 2way ピザみたいな。うん、でも日体制で知らない人はいないです。うん、あ、そうなんだ。はい、
うん、てか日体大なの、うん、ちゃんと知らなかった私陸上っていうことは知ってたけど寮とかの部屋でピザパーティーする時は大体みんな 2way ピザ頼んでました。うん、L サイズで1500円ぐらいだったよね昔、うん、めちゃくちゃ安くてだからみんなお財布に優しくてお腹が満たされて美味しいピザっていうのでみんな食べてました。確かに学生さんに優しい。本当具がぎっしりなのがすごい幸せです。重たいよねこのピザ結構量重量があるので、うん、なかなかコスパもいいなってすごい思うんです、うん、本当にすごい思う、うん、本当に分かってほしい。大食いである美味しいと無垢になるっていう一気に食べちゃうから無垢になった早いよね本当に美味しい早い、うん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 、まあマルガリータも結構しっかりなんかバジルとトマトの味がして、うん、トマトがすごいいっぱい乗ってるからめっちゃジューシーみじみじさ。トマトもジャガイモとかがすごい角切りで入ってるので食べ応えがすごい、うん、普通の人もこれ1枚食べれるかな、うん、1枚でお腹いっぱいになるよね。デリバリーはもう終わっちゃったんだけど全国通販でこの冷凍のピザで 2way ピザが復活したよっていうので私は初めて知ったんだけど今回はその撮影するからっていうのでリンズちゃんはこのデリバリーでずっと食べてたっていうのを聞いてたから箱準備してもらえませんかって言ったらありますよって言ってくださってで今回箱を準備してもらってありがとうございます 2way ピザさん。そしてロシアさん学生の頃ってお腹いっぱい食べたピザ。いや食べなかったんですよ、ね、そうだよね、うん、満腹にはならなかった気がする、うんうん、大人になった大食いの子たちは多分思い出の品を腹いっぱい食ってみたいという欲望が絶対あるんですよ、うん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 、だから今日はそれを実現してもらいに来てもらいました大学を卒業してからこの違う地域に引っ越した時に 2way ピザさん全部配達できるんだと思って一生懸命探してて、うん、限られた場所だったんだと思ってすっごいショック受けた記憶あります。この生地のもちもちがめちゃ好き、うん、よくあるこれぐらいのサイズのピザより絶対多い、うん、中の具材本当に具がめっちゃ多い。うん、あ、すみませんなんか。あっという間に。私はじゃあマルガリータ終わりました。美味しかったです。私はパラモ完食です。えー。イエーイ。全員完食。完食です。イエーイ。あ、すごい見てこの。この帽子の配達員さんに会ったの。そう、あのね、あのお二人にどうぞってこれ2個しかないんですけどお二人にわ10枚集めるとチーズアップトッピングサービスって書いてすごい集めとこうこれいっぱい集めとこう。照り焼きを開けて照り焼きチキンです。いいね、照り焼きチキン。めちゃくちゃ美味しそう。なんかもう4等分くらいした方が食べやすそうだね。4等分がベストな気がします、うん、次はそうするわ中心から食べたい時あるよね。チーズ、懐かしい。やっぱそうやって食べてる方が美味しそうだねピザって感じする。他の照り焼きチキンとなんか違う。チキン本体がもうめちゃくちゃ甘く味付けされてるので、うん、ソースはさトマトベースやからさちょっとさっぱりした。あ、そっかそっか。照り焼きチキン全部照り焼きって感じじゃないんだね。うん、うわ、食
玉ねぎとコーンが最高。なんか確かにトマトソースの照り焼きチキンのピザって珍しいね、うんうん、ちょっと他にないかも。このポテトってマッシュポテトみたいのが全面に入ってるんですか？うん、マッシュポテトが全面に入っとるんだって。これ食べ応えがすごい。本当にどこ食べてもね、芋真ん中持ったら沈みますよね。これ、 そう、これなんかすごいひときわ重い気がする、このピザ。うん、切った瞬間めっちゃ食べるの早なったやん。何やその現象。真ん中から食べるとなんかいけるね。なんかこうやって持ってたらさ、酔ってる。うごい。うん、みんななくなった。うん、まだいける。はい。もう切ってもらった。私、トロピカルです。チームハラペコ、スーパーチーズです。スーパーチーズ。YouTuber さんぽく。いってもらう。わあ、すごい。チーズやば。だだ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 だ。ビヨーン。わあ。わあ。え、なに？これチーズのエキス？ね、チーズのエキス。エキス。ではスーパーチーズとトロピカルいただきます。うわ、めちゃくちゃ濃厚。お。うん。うん。シンプルなチーズの味やから、もうザ・チーズって感じ。うん、そこまで濃すぎないので、うん、塩分が控えめというか、塩分が少ないです。プラス香ばしいチーズですごい食べやすい。うん、美味しい。なんかパイナップルがめっちゃいい感じ。甘じょっぱ。チーズの海や。二人のペースがマジで一緒。仲良し。あ、ここが減っとんかな、これ。減っとんかどうかが分からん。意味があるか分からんけど、ちょっとこの食べている食べているスパイシーメキシカン具の量シーフード。開けた瞬間すごいね、シーフード。すごい、しかもこれだくさん、ね、覚えてる、ツナなっとんの、ね、ツナいいね。ツナ、ツナのシーフードピザってなかなかない気がする。美味しいですよね。でもツナはみんな好きだよね。美味しそう。懐かしい。シーフードなんですけど、ピーマンの風味とツナの風味がすっごい良かってて、本当に美味しい。すごい、また乗ってる。具材がすごい、こっちから食べるの。ちゃんと辛い。うん、おいしい。すごいかっこいい。ほんとロシアさんみたいに YouTuber しとる。いつもしてるんじゃないの。話すときでさえ、カメラ見ずにお互いを見て話すっていうコメントで、なんで前見て話さないのって。ちょっとピザが溜まってきたよ。一番楽しかった国どこですか？どこだろう。でもやっぱね、世界線のニューヨークが一番楽しかった。タイムズスクエアで人に見られるってやばいよね。すごいですよね。でもあの時ギャラリーとかもすごかったですもんね、うん、タイムズスクエアとか死ぬまでに一回は行ってみたいな、うん、一緒に行く？行けるようになったら一緒に行く？なんかさ、あっちのでかいやついっぱい食べたよね。本当に思う。本当に貯金しかしてないので。だからさ、旅行とかで使いたいよね。うん、ファンからしたらもう一緒のツアーやで。ツアー、ツアー聖地巡礼みたいな。違う、
もう私もう今でも忘れられないです。もう有塚さんでラーメン食べてて、そうロシアさんが三宅さんと檜山先生といっぱい食って、もう目が本当に目が開いて、シンプルにも観光に来て有塚さんのチャレンジメニュー、それを絶対食べようって言って、うん、行って普通に食べてたら本当に偶然のタイミングでいらっしゃって、もうロシアさんで私こうしてて、漫画みたいな目でめっちゃこそこそしゃべって階段の売り際にロシアさんに憧れてペースめっちゃ来ましたそう覚えてるめっちゃ覚えてる、それをずっと覚えてます。終わりました。ちょっとでもなんか満腹の兆しが徐々に溜まってきました。兆しがね、 M だから10枚いけるだろうなっていうことを思ってたんだけど、重量を聞いたら全部で平均600g ぐらいですかねって言われて、おーって思ってない本当に重量重い、うん、じゃーん、これで、あ、めっちゃ美味しそう。それがホワイトグラタンです。ホワイトグラタンめっちゃ美味しそう。あー美味しそう。ホワイトグラタン、ごましゃぶデラックス、いただきます。私2人の動画のさ、2人がこうすっごい揃ってるじゃん、いただきますとかは、いただきます、あれがすごい好き、なんか気持ちがいい揃い方、おいって感じ。うわ美味しそう。あくあくあグラタンだよね。グラタン、グラタンがもう乗っている、うん、すごい量が乗っている、うん、グラタンが乗っている、これもすごい、なんかあの上にかかったらこのちょっと酸味の効いたごまだれがすごい好き、うん、復活して味が変わってないのがすごい美味しい。ママうん感動する。このピザめっちゃ動画で食べたいなっていうのがあって、だけどただピザ食べてもなってずっと思って、そうだ好きって言ってたと思って、なんかこういろいろどうやったらいいかなって思ったら、企画で誕生日らしいですよって言ってくれて、うん、あそうじゃんってなって、こんな大好きな人にお祝いしていただけるなんて幸せあります？申し訳ありません皆さん、ファンの皆さんです。欧風の人結構深く見れる感じじゃないですか、なんか見えないってめっちゃ言われませんか、うんうんうん、私はとてもないけど、でも2人はもっと年下だってみんな思ってる、21ぐらいだと思ったみたいな、うんうんうん、体はでも言うことは聞きません、うん、体は本当の年齢を言ってきます、うん、いやでも体が30だってなってたらドリンク聞いた時になっちゃんとファンタは言わないと思う。もうなんでさ、選ぶのが可愛いすぎて。老けてんのかな。粉がいっぱいついてる。粉がいっぱいついてる。拭いたつもりですごいついてる時ない？拭いたのにそのつけてるみたいな。なんかアコにいつも入れるんだけど、口の周り麻痺してんのでいつもこう鏡でお互いこう確認してからよしって喋り始めるんですけど、で喋り始めてねえってしたらもうめっちゃついてる。今だっけもう鏡の確認何みたいな、え口麻痺じゃんって言ってよしって言ってついてるんで、え本当にやめたらもう本当それがしょっちゅうで、うんうん、なぜ鏡を見てもついているのかって、うん、でなんかこの辺とかにずっとついてたりする時ある。飛びますね。飛びます。気づかないんですよ本当に。ほら編集画面見てるのがあれずっとついてるみたいな。うん、なんか口周りよりも髪の毛の方が気づかないですよ。うん、本当になんか、うん、でも服もめっちゃ汚れますね。うん、なんかもう別に黒起きてもなんかもう無意味なぐらい汚れるんで、なんかもう、うん、もうええかってなるけど、もう揉めそうで、でもすごい毎回なんで赤い食べ物に白い服で来るのみたいな。お前はなぜ麺の時に白なんだってめっちゃ言われる。めっちゃ
私たちが麺の麺類の時なんで白切るんですよね。白すぎるやろって思いくけど 100% 汚す。完食です。これで多分今日持ってきてもらった10種類は全部完食しました。まだでもどっさりあるんだけど、ちょっとねここからはねちょっと忘れてたんだけどね、質問ボックスを用意してたの。ちょっとここからは質問ボックスでいろいろ2人のことをあれやこれやと聞いてみたいなと思いますが、ここからは後編の動画になりまーす。本当は8割みたいな。オープン。わーすごーい。うわー、びっくり。ということでまた次の動画でお会いしましょう。また見てね。バイバーイ。ツインズちゃんのチャンネルへのリンクは概要欄にあるので行ってみてください。じゃあねー。後編は明日。